皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、女性が活躍する令和の時代の自宅教室業の存在意義と未来への原動力とはということについてお話をしたいと思います。そうですね、自宅教室業っていうものが、女性の自立の一つの仕事の選択肢として選ばれるようになってきている、おそらく15年、場合によっては20年ぐらい前からでしょうか。それぐらいの時代から先生業をやられている方もいらっしゃいますし、実際にそういったベテランでずっとやられてきている先生が私のクライアントさんとしていらっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、時代はですね、本当にこう昭和平成、いろいろとこう移り変わってきていてですね、今はもう令和の時代とかになってきているわけなんですけれども、その時々の、社会が持つ機能、あとは価値観とかですね、そういったものも当然変わってきているので、自宅教室業に期待される役割というものも当然変わってきているわけですよね。で、昔からやってる方が、今後どのようにしていったらいいのか、これから教室業を立ち上げたい方はどういうイメージでその教室業という生業があるべきなのかということを、私なりの持論ですけれども、それを皆さんにお伝えして、これから例えば独立して、教室を立ち上げていきたい方、ないしはすでに立ち上げているけれども、これから自分の教室を本当に自分がやりたいようにやっていくためにどういう考え方を持ったらいいんだろうかっていうことを、ガイドできるような指南の、コメントですね。今日はそんなお話をしていきたいというふうに思います。まずですね、私が教室業をやっていて、そしてコンサル業に転身しているわけなんですけれども、おおよそ、約今度9年目になりますので約10年見てきているわけですよね。でその時間を見ているだけでもですね、例えばウェブ周り、インターネットでの集客の環境とかっていうのも非常に変わってきていて、当時は、ブログ集客が主流でしたので、アメブロとかで集客される方がほとんどだったんですね。今でも当時でも私が変わってないのは、ホームページを軸に集客しましょうということは変わってないんですけれども、その当時はアメブロでした。でその後、Facebook があったりとかですね、今はインスタグラムで、並行してまだ激しくこうブレイクポイントは迎えてないですけれども、動画 YouTube ですね。時期は動画がもうちょっと普通の人が手軽にやれるようになってきて、流行る時代は来るんだと思ってるんですけれども、そういったこう集客ツールとかそういったものも変わってきてますし、通信環境ですね、パソコンができるだけすごいって言われてた時代から、できて当たり前、携帯とかでも年齢関係なく、子供でも大人でも高齢の方でも普通に携帯とかっていうのは使っていく、そういう世の中になってきていて、当然告知の方法とか集客の方法とかそういったものも全て変わってきている状態なんですよね。ですから選択肢としては、例えば会社員を辞めて自宅教室でやっていくっていうものは、おそらく昔に比べるとハードルは低くなってるだろうなっていうのは感じるんですね。大副業時代が来るっていうふうに言われているように、サラリーマンとかそういった一つのところで副業禁止って言っている会社自体が減ってきている。そして、それを許すということは、当然その成果がね、会社の中で上げられない人の席がなくなっていくっていう、淘汰されていくっていう、そういう状況も当然あって、効率主義の方に当然会社の方は走っていかないと、会社の身が持たない、だから終身雇用っていうものも崩壊してきている。そういった時代において、女性がいわゆる OL で腰掛けで結婚したら万々歳っていう、そういった時代ももう当然終わってきてるわけですよね。で今私がいろいろとお話を聞いてご相談を受けている方っていうのは、その自分がやりたかったこととかでできることを提供することによって人に喜んでもらえるから教室をやりたいっていう方も、当然多くてですね、教室が少なかった時代はそこに教室が存在するだけで人が勝手に集まってきてた時代が当然ありました。その
段階で言うとまだ自営で頑張るっていう人が少なかった時代において、その道を選んで実際にきちんとお客様を集めていたということは、その時代の先生っていうのは確かに素晴らしいことだったと思うんですけれども、逆にそれが楽にできてしまってたがゆえに、教室がたくさん出てきて飽和状態になった時に、まあ、ある意味取り合い下線状態になった時に選ばれなくなってくる。今までは何もしなくても選ばれてたのに、選ばれなくなった段階でそれをどうしていいのか分からなくなって戸惑っている方もいる。かたや後から参入する方っていうのは、すでにいっぱい教室がひしめく中で、自分をその中で入っていって、でかつ選ばれる状態を作らなくてはいけない、どちらにとっても楽な時代ではなくなっているんですね。ただ通信環境も整ってますし、機会とかチャンスとかっていうのは誰にでも平等で、やりたいことをやりたいように伝えていくことも自由に発信できるツールが揃ってる時代にはなったので、視点を変えればもう本当に自分がしたいことをですね、形にして発信をすればそれがお金に変わっていく、対価に変わるっていうことをできる、そういった時代になってきてるわけですよね。ですから昔に比べればはるかに環境はいいはずなんですよ。だけれども数が多いっていう状態になってきてますよね。そうするとこれからの時代ですね、まあ教室業の存在意義っていうのはどこにあるのかっていう話になるんですけれども、今まではですね、その技術技能を提供することがおそらく教室の存在意義だったと思うんですよね。例えば私の場合パンはやってました。そうするとパン教室でパンが習えるっていうだけで大丈夫だった時代も当然あります。パン作りが難しいと思われているその世の中でパンを教えることができる人、先生と呼ばれる人。でも時代が移り変わってきて、例えばフォンベーカリーで普通にパンは焼けちゃうよとか、パン教室が増えてくるとパンができるだけでは習いに行く動機にならない、じゃあ何のために行くんだっていう、まあそのあたりを、ずれて考えてしまうと、私はパン教室の先生になりたいから、ものすごく技術を学んで、スキルもやった、ディプロマもいっぱい取りました、だから私のところに来るはずですよね、ということはないということを、まず、自宅教室をこれから開業したいという人は理解していてほしいんですね。なぜかっていうと、情報過多の時代なんですよね。現状いろんな情報入ってきます。選ぶ選択肢もお客様側の方にたくさんあって、自分は現状先生かもしれないけれども、何か違う習い事をしたいっていうふうに思ったら、まあそれが結局、自分も選択をしていくことになるので、選ばれない限りは存続しないし存在意義がないことになります。そうするとじゃあ皆さんは何を基準に選ぶんでしょうっていうことを注目してほしいんですよね。今までは何もない時代だったからパン作りを教えられるっていうだけで そもそもイニシアチブがあったんですけど、それを教えられることができる人が 山ほどいたとしたら、今度そこにはあんまりイニシアチブっていうか存在意義がないわけですよね。何のためにじゃあパン教室は存在するのかっていうことなんですけど、例えばその先生が持ってるスキルがパンではないものを持っていたり、例えば私の場合だったら写真を教えたりっていうこともやっていたわけですけども、そういったものの掛け合わせが重なることによって唯一無二の存在になっていったりとか、他の人が教えられないユニークなことを教えてくれる人っていう、スキルそのものを買うというよりも、そこで体験できる体験を買うとか、消費として例えばテレビを持ってればいいと言われた時代から、テレビもどういったテレビが家に必要かっていうことでテレビを選ぶ時代とかにも、むしろテレビいらないっていう話もありますからね。テレビなくて別に YouTube 動画見てれば大丈夫っていうタイプの人も増えてきてるのも事実ですからね。そういった時代において、物からことへの消費にまず時代が変わってきているので、当然教室の存在意義も変わってきているわけですよね。でそこにおいてスキルはないよりはあった方がいいです。だけれどもそのスキルさえあれば人が来ると思って必死に資格を取りに行くっていうのはいかがなものかっていうのを自分に問うことができるかっていうことですよね。もしかして資格を取りに行くっていうのは自分の自己満足でしかなくて、
世の中のお客様が求めていることが違うことを求めているのであれば、そちらにシフトしていくっていうことだって考えうる大事なアイテムの一つかもしれないんですよね。ですから以前は教室さえそこに存在していれば集客できてたのは、今の時代は集客できない。しかも物からことの時代に変わってきているので、その物、こういうものが私できますよだけでは人は来ない状態になっている。そこで自分はどういう体験ができるのかということに重きを置かれて、しかも比較される、そういう時代になってきているので、教室業を選ぶということはそもそも楽なのか難しいことなのかって言ったら、どちらかというと昔より難しくなってはいるのは事実です。人が多くなってるから、先生になる人が多くなってるからっていうことです。まあ、単純に数の問題ですけどね。ですから、その場合には自分の立ち位置を変えなくてはいけなくて、単なるパン教室の講師、単なるお菓子の先生、単なる、お花の先生とかいうだけでは、もう立ち行かなくなっているので、今一体世の中的にはどういうことを求められているんだろう。そしてかつそれが、他の教室ではできないことで自分ができることがあるのであれば、それは一体何なんだろうっていう、まあ、自分の中を見つめていく。っていうことが必要で、かつそれが人に喜ばれるものでないと、なかなか、現実として収益化はしていきにくい。でもいかないとは言いません。なぜならば、その何か一つに秀でたバカみたいな情熱っていうのは、人を動かす大きな原動力になるからです。例えば私もやったことがないこととかももちろんたくさんあるんですけれども、そのことをですね、例えばその人が大好きなものがあったとして、めちゃめちゃ熱く語られて、へえ、それって面白いの？みたいな、全く何にも興味がなかった人でも、その熱い思いを語られてるうちに興味を持って体験してみることにしたっていうことも、私だけではなく、そういう体験をしたことがある人っていうのは少なからずいらっしゃると思うんですよね。だから今後ですね、多分人を動かすないしは伝える力の大きな原動力になるのは情熱かなというふうに思っているのと、あとはそうそう1回でうまくいくなんてことは全然ないんですよ。基本的には、まあ、失敗があった上でやり直しやり直し、そしてまた前に進むの繰り返しになるはずなので、そもそもいきなり独立したないしは自分の個人として教室を立ち上げたからといって、それをどうやって人が知ることができて、どうやって教室に通うきっかけになるのかなんて保証なんてこれっぽっちもないわけで、そういう意味ではもう前に進むしかないし、知らせていくしかないわけですよね。で、知らせていく上で特徴があった方が分かりやすいっていう、まあそれだけの話なんですけど、これを作るのを怠る方も結構いらっしゃいますね。怠るっていうか自覚がないと言えばいいんでしょうか。要は自分がやりたかった、昔からやりたかったことをやってしまうっていう場合において、相手を見ないで、まあこういう資格取ったからやりますって言ったら、まあまあ間違いなく集客はできなくなるし、過去よりもハードルが高くなってるってことをまず自覚する必要があるとすると、やっぱり自分の得意と、あと世の中の情勢っていうのは、どのみちリサーチできちんと調べないと、まず最初の第一歩がうまくいきにくいであろうということはおそらく想像できる話だと思います。なんで存在意義も昔と今が変わってきてるってことを理解できるかどうかっていうのがまず1点ですね。でもう1点が、未来への原動力は何になるのかっていうと、これはもちろんお客様の指示される内容である必要はあるんですけれども、さっき言ったみたいに人が動く原動力っていうのは、その人が発する情熱とか熱量だったりするケースもあります。そうすると結局何が熱量になるかっていうと、今までは、お仕事っていうのはお仕事、遊びっていうのは遊びっていう、まあ、そういったものを切り分けて、その趣味のことをやるために仕事を頑張るっていう、そういう考え方でやられている時代も当然あったわけですけれども、特に今後女性が働いていく上で、遊びは趣味化して、遊びは仕事化していくし、仕事も遊び化していく、要はこの辺りが一緒くたになっている。そこで、楽しく生きていく、動いているその姿そのものが、
まあ、人の憧れの対象であり、その人に会ってみたい、その教室に行ってみたいっていう一つの引きつける魅力になっていく時代に入ってきてるんじゃないかなというふうに感じるんですね。でさらに言うと、まあ、遊びと仕事とっていうその切り分ける真ん中の中間地点にあるのが、まあ、学ぶ勉強ですね。それも多分入ってくると思うんですよ。学びとも勉強とも仕事とも取れる、ここら辺をぐる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 いつでも行ったり来たり境目がない、そういう状態で人生を生きてる人のところに人は集まる傾向があるかなというふうに思いますね。あの楽しいことをやってる人っていうのは熱量がすごいですよね。熱量っていうのはやっぱり人を引きつけるアトラクションですね。引きつけるアトラクションという言葉で言いますけど、あのアトラクとかアトラクションって言ったらあれか、まあ、あの引きつける魅力があるということになります。そうするとそれを持ってるか持ってないかっていうのも今後教室業を行っていく上でキャラクターを立てろって言ってるんじゃなくて、要は人生としてその先生自身が楽しい人生を送れてるか送れてないかっていうのが何を教えてくれるかっていうスキルだけの問題じゃない部分を生徒さんが見るようになってきているというのが、現状の教室業の先生の在り方になります。ということはますます自分が自分としてどういう人生を生きたいか、どう楽しくやっていきたいか、もちろん楽しいっていうのは辛いことも困難と感じないっていう楽しさっていう意味ですけれどもね、辛いことっていうのを困難と思って逃げるというふうにするとそれは辛いことになってしまうんだけれども、何かが起こった時にあ、そういうものが降ってきたね、よしじゃあどうするか考えようっていうふうに思って前向きにいける人は、まあ、全てのどんな状態であってもほとんどゲーム化してくることになりますので、あの負けない強さ、たおやかな強さっていうのを持っていますし、まあ、そういう方っていうのはやっぱり余裕がありますからね。生徒さんにも慕われる存在であったりとか、それが年上とか年下とか全く関係なくですね、あの人間として魅力があるかないかっていうのも今後の教室業においては非常にこう集客にしかも、ダイレクトに直結する大きな要因になってくるのではなかろうかというふうに思っています。私が知っている超人気教師の先生は技術があるのはもちろんなんですけれども、引きつける力がやっぱりすごいかなというふうに思って見てるんですね。で引きつける力の原動力っていうのは何なのかっていうと、やっぱ人生を楽しんでる力であったり学びをやめない力、それが強いからその人を見ていたい、その人の近くにいたいという、皆さん参加する生徒さんの気持ちがあるので、結果として教室としてずっと長く繁栄している。当然その段においてはチャレンジをずっとやめていないですね。そういう方たちは停滞することなく前に向かってずっと動いています。だからきっとやはりそのことが本当に好きで情熱があるんだろうと思いますね。そして情熱があるからそれを伝え続けるので伝播して、まあ、それをこう好む人、一緒にやっていきたいなと思う人が集まってくるっていう、そういう現象になっているのではなかろうかと思うので、これからの時代はスキルがないよりはあった方がいいです。がしかしスキル編集型ではもう教室は成り立たないということです。ですので資格マニアの人とかは要注意です。資格いくら取っても教室としては成り立たないからです。10個資格を持っている人で人間味がない人よりは1個資格があるの、もしは資格がなくても人間味があってその人自身から習いたいというような思える要因が強い人の方が教室が流行っていく可能性があります。ですのであの時代は移り変わるし集客の方法も変わっていってます。ウェブだけでできるっていう時代から今度逆に人の温かみとか触れ合いとかコミュニケーションとか心の部分が重視されているので、アナログ的なものお手紙とかですね、実際に手渡しで訪問していくっていう飛び込み営業的なものとか、そういったものも重視されるようになってきている。なので時代の変化を感じ取って
自分の動きも変えていくっていう、これもできる能力があるっていうのは生き残っていく上では非常に大切なことになってきています。ですので、まあ、まとめると、これからの時代のですね、自宅教室業の、存在意義っていうのは、スキルを教えるだけではなく、もしやその人の生き方、在り方が憧れの対象であるということ、そのこと自体が教室業の必要とされるものとかになりつつある世の中である。そのためには本人がワクワクする楽しい人生を送っていないといけないわけですよね。で、三位一体、仕事と遊びと学び、これが3つ、楽しくその人が情熱を持って取り組んでいくことができているかどうか、そのあたりもシビアに見られているのが現代の時代かなというふうに思いますので、一つ持ち続けたらいいなって思うのは、耐えることのない好奇心、イコール情熱なんですけれども、それを持ってる人は結局何年も続く大きな原動力を手に入れてるんだろうなというふうに感じていますので、もしも今現状自分に足りてないもの、要は情熱とやり抜く気持ちですね、これがあれば大概のことはできていくはずなので、もし停滞していたり今後先に進む上でいろいろ不安を感じていることがあったら、まずなぜ自分が教室を作りたいと思って、どんなことをしたいと思ったのかっていう原点に立ち返って、その時に持っていた情熱を思い出して、また前に進んでいっていただけたらいいかなというふうに思いまして、本日はそんなお話をお伝えしてみました。現状いろいろともしかして考えることがある方とかもいらっしゃるかもしれないんですけれども、そんな人には少しでもヒントになればいいなというふうに思ってお伝えさせていただきました。それでは。